こんばんは、小島ひとし&ザ・ジューノーズです。わからなかった何がわからないのかわからなかった知っているのかい君は知っているのかいわかっているのかい君はわかっているのかい海の向こうでの落ちの涙が変わりだ海へと流れ続けてく頭が砕けて肉が飛び散る不自然な形の死体が積み上がる お金は食べられない証券も食べられない食べられるものを探しに行くんだ生まれた時に見たその光に似た日の出が僕が立つこの星を照らす その光の中もう一度生まれるその光の中もう一度目覚める目を覚ます目を覚ます何度でも何度でも覚醒する覚醒する覚醒する覚醒せよ命の値段。した後のたった5秒の間に誰かが何も食べれなくて死んだ死んだ誰かが無駄な買い物をした後のたった5秒の間に誰かが何も食べれなくて死んだ死んだ溶けるような夏の
口の水と一口の希望があれば取り付く不能はさに一口の水と一口の希望があれば歴史の嘘近代史の嘘教科書の嘘歴史観戦争民族紛争飢える子供たち乾いた銃声飛び散る肉片作られた論争捏造の歴史教育の劣化迷走の国家わがままの細胞来ました国民宝飾幻目隠しマスゴミ世界の紛争地死んだ小さな命この星の上で命の値段が下がる Fuck ポケる夏の朝に一口の水と一口の希望があれば取り付く不能は朝に一口の水と一口の希望があれば溶けるような夏の朝に一口の水と一口の希望があれば取り付く不能は朝に一口の水と一口の希望があれば盆で、しかも、あの8月15日という日にあの皆さん集まっていただき本当にありがとうございます。感謝の念に足りません。本当にありがとうございます。あの小島仁志と申します。普段は、ハックというバンドのギターボーカルで、活動してるんですけれど、今回あの全く、全然別で自分の個人的なソロの曲で、バンドとして今日ステージに上がっています。メンバーを紹介します。オンドラムスザ・ジーノーツ吉田レーザー。あのなんだかんだで10年ぐらいの付き合いなんですけど、彼の吉田っていう名字は知っててレーザーっていうあだ名で呼んでるから今も今日この瞬間までも僕はレーザーって呼んでて、で彼の本名いますしまで今この時点でも知らないんで、今日教えていただきます。吉田何君ですか。教えない。マジ謎のまま行くの。吉田ルイとかルイ居酒屋聞こえ吉田戦車とかいろいろあるよね。じゃあ本当教えてくれないのこれからも。あとでということです。はい、そしてオンベース太田豊よろしくお願いします。もうちっちゃい頃からの友達で何度も一緒にバンドをやらせていただいています。太田豊くんです。小島仁志&ザ・ジューノーツで、今日お送りします。よろしくお願いします。
じゃあちょっとチューニングをするんで、どうしてもやりたいネタがあるみたいなんで、チューニングをします。しばらくお待ちください。というバンドではよく足立和之というドラマーがいつもやってるんですけれど満足しました。では始めますね、それではしだれ梅という曲を聴いてください。魚屋さんさわらにイワシ、干物もいい匂い、お肉屋さんすき焼き肉、コロッケのいい匂い、白菜豆腐白ネギ漬物、流し屋でくじ引きたこ焼き、夕方春の匂いの風が道の真ん中でオレンジ色だ。この街でこの場所で息を吸い生きている、この街でこの場所で笑ってる生きている、恋人友人家族親族、無病息災願い手を合わす、当たり前じゃない普通の暮らし、道の真ん中で空気に変わるよ、道の真ん中で空気に変わるよ、街の真ん中で空気に変わる。しだれ梅の花びら、白と桃色溶け合う透明に、しだれ梅の花びら、春は咲く透明だ、春は咲く透明だ、花びら、し
もありがとうございます。あの8月15日というあの終戦を迎えた、この日にあのここであのステージで、自分の歌を歌うということについて、実はすごくあの昨日からプレッシャーが強くて、あのすごく緊張してあの朝を迎え、で楽屋に入り、今こうやってあのステージに立ってすごく緊張したんですけれど、今はすごく楽しいです。その楽しさっていうのはおそらく、70年前の、あのこの日があって、で今こうやって平和に僕たちがこうやってステージへロックとかやってるっていうのはすげえことだと思うんですよ。やっぱりすごくそこに感謝をずっとしないといけないなって、で昨日安倍さんが言ってたように、すごいあのやっぱり歴史に学びっていうのはずっと続けて、聞こえない声に耳を傾け、あの一日一日を大切に生きていかなくちゃいけないとずっとあの今日考えてました。矛盾したことっていうのはすっげーいっぱいあって、だから矛盾してるからこそあの考えなくちゃいけないし、矛盾してるってみんな分かってるわけだし、僕自身も矛盾してることを抱えてるし、世界も日本も矛盾したことを抱えているけど、でもやっぱり本当に学んで、自分たちの国を変えていくのは政治家じゃなくて俺たち国民だと思うんですよ。俺たちが変わんねえとこの国変わんねえんだ。そんな思いで作った曲です。クリスマスイブ。クリスマスの夜、星空見上げ、マフラー巻いて、誰のそば、誰と一緒に生きていたい。コンビニでチキン買おうとしたら売り切れだった。小学校5年生、ママはまだ仕事みたい。生活保護断られた。シングルマザー家賃払えなくてずっと滞納してるみたい。手足が枝のように痩せこけて、ママの腕の中で餓死したアフガニスタンの幼児。砲撃に怯えながら壁の向こう睨みつけるガザの母親の子は昨日爆死。 ISIS テロリストがイラクの男の首切り落とす。その男は10歳の自分の子供を抱きしめたい。メリークリスマス、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 メリークリスマス。矛盾だ。メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。日本では60代のデブがファミレスで文句垂れてる。店員は孫ぐらいの10代。コンビニで大騒ぎ、店員土下座させるやつら。友人家族首揃えて犯罪。たった一人ぼっちの部屋で何も食べれず餓死した幼児。腹の中に銀紙残し、知らないこと、わからないこと、知らないふり、目をそらす。そんな大人たちがずっと絶えない。虐待が虐待を生む。幼児重体としたい。敗戦後仕組まれた嘘に揺れる国体。メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス、メリークリスマス。皮肉だ。メリークリスマス、メリークリスマス、皮肉だ。メリークリスマス、メリークリスマス。
今夜俺は地元で会った幼馴染と思い出の桜の木の下で会うんだ。奴も俺も今や一人ぼっち、奴のママはいなくなり、父親は線路に飛び込んだ。今夜俺は幼馴染と思い出の桜の木の下で会うんだ。奴も俺も今や一人ぼっち、奴のママはいなくなり、父親は線路に飛び込んだ。メリークリスマス父ちゃん母ちゃん、俺は今も信じてる、それは大切な絆だ。メリークリスマスでプレゼント渡し手を合わせる、ばあちゃんを忘れないよ。メリークリスマス父ちゃん母ちゃん、俺は今も信じてる、それは大切な絆だ。メリークリスマスでプレゼント渡し手を合わせる、じいちゃんを忘れないよ。どうもありがとうございます。未来のために作った歌です。一等賞。生まれたのは世界の一等賞、生まれて初めての世界の一等賞、生まれてきただけで君は一等賞、その一つの命が地球の宝物。泣いたっていい、転んだっていい、そのままの君、そのままで一番、涙拭いて前に進もう、そのままで一番。泣いたっていい、転んだっていい、そのままの君、そのままで一番、涙拭いて前に進もう、そのままの君が一等賞。新しい朝が君を祝福してるよ、心つなぎ広げる、君は今日を生きる。
生きているだけで。君は一等賞、扉を開けて外に飛び出せ、その一歩が一等賞。泣いたっていい、転んだっていい、そのままの君、そのままで一番。涙拭いて前に進もう、そのままで一番。泣いたっていい、転んだっていい、そのままの君、そのままで一番。涙拭いて前に進もう、そのままの君が一等賞、一等賞。怒られた理由わかんない、大人たちのことわかんない、戦争の理由わからない、でもわからないことわかりたい。アイスの値段は想定内、友達と約束は公園内、遊んでいいのは怖くない、でも俺出てくよ広い世界へ。泣いたっていい、転んだっていい、そのままの君、そのままで一番。涙拭いて前に進もう、そのままで一番。泣いたっていい、転んだっていい、そのままの君、そのままで一番。涙拭いて前に進もう、そのままの君が一等賞、一等賞、一等賞、一等賞。どうもありがとう。本当にありがとうございました。最後までお付き合いくださり本当に感謝が絶えません。小島仁志&自由の津、今のところ次の予定はありませんけれど、またソロでやるときはぜひまた見に来てください。僕もこれからずっと歌い続けますので、みんな生き続けましょう。未来のために作った歌、最後の歌です。これも未来のためです。遠小惑星。諦めいてる流れ星見つけた、釣りの道具を用意、野球の道具を用意。夢それは叶うに決まってんじゃん、釣り明日ビッグヒットに決まってんじゃん、野球明日俺たち勝つに決まってんじゃん。朝が待ち遠しくて、寝袋で眠る、好きな漫画読んで。ゆうべそれは叶うに決まってんじゃん、明日ビッグヒットに決まってんじゃん、野球
明日俺たち勝つに決まってんじゃん、叶うに決まってんじゃん、夢それは叶うに決まってんじゃん、次明日に行く人に決まってんじゃん、野球明日俺たち勝つに決まってんじゃん、叶うに決まってんじゃん、夢それは叶うに決まってんじゃん、おー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 決まってんじゃん、感謝します。ありがとう。